はい、皆さんこんにちは。アルティファータのちかです。今回はですね、もともとアイドル活動をしていて、かわいいいわゆる女の子なんですよね。ツインテールかなんかしちゃって、でそこからですよ、ロックバンド、パンクバンドって言っていいのかな、パンクバンドか、そのリーダーを務めているヨーコちゃんの変身コーナーです。先日カットとカラーはもう済ませちゃって、そこの実は動画はないんです、残念ながら、撮り忘れました、すいません。そして、撮影当日カットとカラーをやった後のヨーコちゃんが現れて、でそこからですねメイクをして、撮影ということになりました。もともと彼女と出会ったのはですね、大手のレコード会社の方からですね依頼がありまして、こういうロックバンドを作る、パンクバンドを作るからイメージをね任せるので作ってくれというようなご提案がありまして、でまあ彼女たちバンドを5人グループですね、5人グループのビジュアルをまとめてねやらせていただきました。もともと皆さんねアイドルっぽい本当に可愛い子なんですよ、一般的に言ってもね。このアイドルからなんとパンクバンドにガラッとチェンジするということで、まあいろいろやりました。当時パンクバンドの女の子だけバンドってそうそうなかったので、まあ、これは面白いなと思ってドーンっていくんじゃないのかなみたいなイメージもしつつ彼女たちを変身させていったわけですけれども、まあ、訳あって活動休止っていうことになりましたので、まあ、それぞれの道に進むっていうことらしいです。すごい人気が上がってきてたし、海外でもオファーがあってライブとかをやってたぐらいの実力のあるバンドなんですけれども、残念ながら休止ということで、まあ、その真相もですねリーダーであるヨーコちゃんに、まあ、後半になりますけれどもインタビューをしましたので、まあ、最後まで見ていただきながら真相をですね聞いてみてください。では大変身コーナーからインタビューへどうぞ。おお、オレンジ、どうぞ。かっこいいね。ありがとうございます。すごい。もう撮り始めた。あ、そうなんですか。シャンプー台へ。両方着てもらっていい方で、はい、大丈夫、かぶり？あ、いや、あ、そう、あ、でもすごい結構大きいんで大丈夫。
スタート下げてみる。いいね、そう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 。で、また見てみる。いいね、そう、綺麗。もう真っ白に見える。少し顎を引く。
いい。うーん、あーすごい。新鮮な、ありがとうございます。じゃあ、今度黒に着替えてもらって、ちょっと、はい、第一印象。はい。あー、楽しみ。はい、ありがとうございます。
ありがとう。ありがとうございました。こっちだ。あ、うちだ。ありがとう。ちゃんと髪の毛洗ってね、メイク落として。ありがとうございます。ありがとうね。ありがとうございます。楽しかった。はい。そうです。ありがとうございます。おー。わー。ありがとう。しようか。うお。すごっ。すごっ。すごっ。わお。すげー、ちかさん、マジで。またこれ、自由に使ってもらって、全然 OK。 ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しい。ユーサイドファンの皆様、こんにちは。こんにちは。ユーサイドリーダー、ヨコちゃんです。ヨコです。いつ活動休止したの？2018年の12月、うん、あ、全然顔がね、すっぴん、かわいい、すっぴんかわいいじゃん。すっぴんじゃないのがいいの。いやでも、特にこだわりはもう、え、どのくらいなの、はい、もう、来月で2年とか経ちます。真相は、真相はみんなにどういう風にしたりしてるんだっけ。そうですね、でもみんなのこう方向性というか、うん、続けていくことが厳しくなってしまったっていうような感じで、うん、ふんわりと活動休止って感じになったんですけども、うんうん、でも本当にそんな感じです、うん、もう、はい、結構個人個人の家庭的な事情だったりとか、うん、まあ、あと前回のメンバーの中にこう作曲とかが本格的にできるのがいなかったっていうのがあって、新しい楽曲を作るのがやっぱり作ることにすごい苦戦してしまっていて、すごい厳しいねって思うんだ。でも引き続きバンドを活動してるんですよ。あ、そうですね。続きしてる子たちもいるんで。でも、なんとなく休止だからさ。はい。いつかどこかで復活みたいな。そうですね。思っちゃったんですよね。思ってくださってる方もいると思うんですけど。可能性はなくはない。なくは、そうですね。いまだにメンバーと会ったりとかもしてるんで。ちなみに誰？ちなみに、あきちゃんとダイアン。はい。なっちゃんは今活動してるみたいなんですね。なっちゃん他のバンドだね。で、ピーピーもね、他のバンドですね。あ、でも一応たまにこうインスタとかで連絡取ったりはしてる。なんかみんなの SNS なんてなんか見てる。あの PV とかさ、はい、楽曲とかって使用権ってどうなってるの？使っちゃいけないの？いや、大丈夫です。もう完全に自由な感じで。本当？はい。じゃあ今度、ヨコちゃんにその楽曲もらってこうかな。あ、はい。楽曲をそのもらいつつ、YouTube みたいな。お、ありがとうございます。今、ピエロになってます。確かに。まあ今はね、ビューティーの方でね、そうですね、勉強も、勉強も、
しい。楽しいです、すごく。ヘアメイク。ヘアメイクに今のところは、うん、ヘアメイクが一番興味あってやってみたいなと思ってるんですけど。ヘアメイク売れるんですか？どんなヘアメイク？ヘアセットを中心にやりたい。だし、広告、テレビ業界、映画、ファッション、色々。でも本当にお店とかで普通に勤務する。はい、洋室ヘアセット専門店とかがあって、今そういったところで広報の仕事をさせていただいてるんですよ。広報？はい、SNS の管理だったりとか。自分言ってない、あんまりない皆様、皆様のことです。そうですね、映像のファンの人はもうちょっと洋室の方に更新してると思ってない。更新、いやでも、まだしてる方だと思います。あ、そうなの。あっちゃんとか全然多分、みんな見たいけど、してない、何してないの。あきちゃんは普通に働いてると思う。全然すごいですね。声は普通の声ですけど。でも本人もなんかもともと検査で辞めて、すぐ活動したいって言ってたんですけど、なかなかやっぱりこうメンバーが決まっても楽曲がとかいろんな問題があったので、できたんじゃないですかね。作詞はやってたんですけども、作曲の方はやったことないと思います。そうなんだ。逆にダイアンとかはそのメタルとかは多分ないと思うんですけども、普通にヒップホップみたいなジャンルだったら作曲とかはしたことがあるし、今もやっぱ活動してると思うんですけど。最初ってやっぱり状況がすごく変わってしまったっていうのが、事務所もなしでずっとライブ活動だったりとか、海外に行ったりとか、ね、自分たちで話してたんで、それは結構、普通に皆さん働きながらっていうのがあったんで。最初がやっぱりプロデューサーが何人かいらっしゃって、いろいろ与えてもらってたみたいだったので、そこから急にみんないなくなって、自分たちで頑張ろうってなったんですけど、YouTube で上がってるのかしら。あ、まだあります。はい、7曲ですね。7曲 PV 今上がって、もうずっとそのままなので、こういう消えるとかもないと思うので、気になる方ですね。ダウンロードはできる。ダウンロードもできますね。 iTunes の曲とか、あとミュージックビデオも何本か上がってたりするので、こちらの方を見ていただきます。今、ね、あの歩いてたらこのオレンジ色の頭目立つからね。恵比寿近辺に行くことはね、もしかしたら発見するかも。そうですね、はい、優しく見守ってくださいね。はい。じゃあそんなこんなで、はい、復活はあるかどうか分かりませんが、中年ということで、これはお話もしてますけど、本編はフィッシングコーナーですね。はい、じゃあ、こちらよ。ありがとうございます。じゃあねI'm sorry.
流れの中で綺麗に見えていくようなカラーを、はい、していきましょう、はい、ということで変身しましょう。はい、変身します。ちょっと待って、こんな顔しております。はじめまして。はじめまして、よろしくお願いします。では、シャンプー。はい、お願いします。お願いします。はい、お願いします。'Cause